握手会バーってやって、さっきみたいに川島が全然並んでないとかね、まああのプラマイのプラスマイナスさんの岩橋さんがね少ないとか言うじゃんか、うん、みんな結構自虐にするんですよ。全く盲点だったというか、一回一部終わりかなんかの時に、なんか斎藤君がカフェでね、トレンドの斎藤君がカフェのところ並んでて、なんか裏でね、要はカフェがあってそこでアイスコーヒーとか、はいはい、そういただいてるんですね。なんか結構一人でぼーっとしてた、はいはい、で、おいみたいな感じで、でそれですれ違って、で二部目の時にたかしが言ってたんだけど、たかしってほとんどあの並んでないからすぐ終わるんだって、なんなら一番早いぐらい、うん、で戻った時にそのたかしが戻ったすぐ斎藤君戻ってきたって、あれってなって、要は楽屋でトレンディだけになった、その部でね、はいはい、でたかしもあれってなって、やめてやって、で最後ミニライブみたいなのがあるんですよ。でなんか斎藤君が元気ないの、いつもより。言ったら選抜のセンターだから、はい、曲始まる前にさ、なんか煽りとかあるじゃん、なんかどうも選抜です、うん、じゃあ聴いてくださいみたいななくて、普通に出てきて無言でずっと立ってて、で俺があまりにもさすがにいや なんで何も喋んないってしたら、ああそうかみたいな、俺は最初それボケだと思ってた、はいはい、したら、聴いてください、今夜はええやんつって、高志が後ろの方からマイク入ってないけど、いやなんか言えやみたいな、はあ、その選抜のセンターとして出てきて無言でこうやってやって、ね、ああそうか、今夜はええやんって言って、いやいや何か言えよはそんなに確かになと思って、あららで曲終わってありがとうございましたって、まあ俺らとか尾形さんとかバーってやってるじゃん、そしたらもう斎藤君すぐ後ろの方に下がってちゃった、あれみたいな、そしたら高志があることに気づいた、その言ったら客席ブワーッとお客さんがいっぱい来てくれてますよ、であらあのうちわとかみんな作ってきてくれて、はいね、アイドルのまさにそうそう、たかしが言ったんだけど、あれ斎藤さんのうちは一個もなくない、たかしはそういうの気づいちゃうんだよね、たかしってやっぱ性格悪いから、そうなんです、それに実は斎藤くんは絶対いじられたくないのか分かんないけど、マジで小声でマジで言うな、それはこれ確かに斎藤くんって自虐も多分その辺しないし、最初ハゲも嫌だったからね、そういう人ですからね、もともとやっぱハゲいじりも同期がやった時ちょっと切れてたし最初は、はあっていう、やっぱり斎藤君の今回のその吉本坂のこのセンター、選抜のセンターだけどうちわが一個もないとか握手会すぐ帰ってくるとかっていうのを、これを我々がいじんないとまた励ますよ、これストレスで、そうですね、よりね、本当に、しかも今レミゼで福岡ずっといますから、そうなんですよ、大変ですもんね、それもね、結構、いやだから結構これ斎藤君が今あの弱ってるっていうのをみんな気づいていただけないと、実はやっぱり斎藤君も人なんだよっていう、まあ誰よりも気にしいだからっていうのもあるからね、はい、あのフォルムになったのは、はい、そうですね